JR 九州は AI が発車時刻や乗り換えなどを案内する AI 駅員の実証実験を今日から開始しました。こちら駅員がいない改札なんですが、この液晶に映る AI 駅員が駅を案内してくれます。いらっしゃいませ、お伺いします。実証実験は福岡、佐賀、長崎にある4つの駅で行われ、福岡市東区の JR 香椎駅では日本語のほか英語、韓国語、中国語の4カ国語に対応する AI 駅員が乗り換えや発車時刻の案内などを行いました。海の中道とかにお越しになる外国からのお客様がかなり多くて、 AI 駅員がそういう外国語の対応をですねしていただけるのをすごい期待しています。また駅に掲示されている QR コードを読み取ると自分のスマートフォンでも利用できるということです。